カチナ、または、カチーナとは主に、アメリカインディアンのホピ族が信仰する、超自然的な精霊のような存在。アリゾナ州、フラッグスタッフ郊外のサンフランシスコピーク近くの、聖なる山に住んでいると言われている。ホピ族だけでなく、文化的に近い関係にあるズニ族やラグナ族などにも、同様の信仰が残っている。ホピ族のカチナは、 総数400以上存在すると言われているが、正確な数は誰にもわからない。神話本に描かれたカチナドールカチナにはその役割や形態により、カテゴリーに分けることができる。もともとカチナは、目に見えない存在だったが、大規模な干ばつにより、危機的な状況に追い込まれた、ホピの人々を救済するため人間的な形に、姿を変え人々の前に姿を現した。 カチナの助けのおかげで、ホピの人々の生活は劇的に良くなったが、やがてホピの生活に堕落が見えてくるとカチナたちは、ホピの村を立ち去ってしまう。立ち去る前に、ホピの人々に儀式の行い方等を教え、まさしく儀式が行われた時のみカチナたちが現れると約束した。 それから数百年の間ホピ族は、毎年決まった時期に決められた儀式を行い、カチナの助けを借りながら生活している。フェニックスの博物館にある、カチナドールホピ族の人々が儀式としてのカチナダンスの、折、カチナから女の子に手渡されてきたが、現在はホピのみならず、世界中に広がっている。コットンウッドと呼ばれる木製のもので、 通常、ホピ族のソサエティに所属する精霊カチナ、信仰の男性が、色や形など決まりに沿って作成している。宗教的ソサエティに所属していない人々が形を、真似て作るものは、カチナ人形とは呼ばないが、近年お土産物やホピ以外の部族によるカチナ、冬人形やアーティストなどが独自で似せて作る人形を、カチナ人形と表現することもあり、混乱を招いている。 元々は、儀式で、精霊、カチナとなる、身近な男性から人形を手渡され、各く、家で、子供たちは、それぞれのカチナの役割や格好を覚えてきた。その姿の愛らしさと神秘性から、初めてホピ以外の人々の手の元に手渡ったのは、1870年代、アメリカの地理学者、ジョン・ウェスリー・パウエルという人物とされている。その後も民族学者や、 世界中のアーティストを中心に愛好者が増え、現在では、ホピ族の約2割の人々が、カチナ人形制作に関わっている。カチナ人形は、ホピ族の現在の経済に大きく関わっていると言って、過言ではない。しかし、先に記したように、ホピのソサエティに属さない人々が安易に、カチナ人形を作成し、彼らの経済を脅かしているのも事実である。 本物のカチナ人形には、それぞれの精霊の名前が、必ず表記されている。単に、カチナと表記されているものは、カチナ人形ではなく、お土産用に、ホピ以外の人々が作ったものである可能性が高い。購入する際は販売店にそのカチナの具体的な意味と名前を必ず確かめた方が良い。日本語での表記は、カチナ、または、カチイナと記され、 英語表記では、カッチーナ、キャットチーナ、カチーナと記される。元来、ホピ語は、文字表記から始まったものではなく、発音から後に文字に置き換えたものであるため、ホピの人々の間でも表記は様々だが、主に、カッチーナ、キャットチーナが使われている。ホピ語での発音は、カチナ、カッチーナとなる。通常ホピ族が作る、カチナ人形には、 具体的な精霊の名前が記されているが、ナバホ族などが作るお土産用のカチナ風人形は、具体的な精霊の名前は記されていない。しかし、アメリカのお土産物店では、カチーナ、カッチーナ、また、日本のインディアン小物を扱うショップでは、ホピ族の精霊人形カチナなどと表記されていることがあるので注意が必要である。 日本郷土玩具博物館カチナドールを300余り、保有する玩具博物館、カチナダニ天皇星の衛星アリエルに存在する、地形。ホピショップ、サンアンドレイン日本発ホピ族専門店。ありがとうございます。